こんにちは。こんにちは。今日はこの4人で江ノ島に遊びに来ました。イエーイ。今日めっちゃ風気持ちよくない？最高。気持ちいい。めちゃめちゃ天気良くなったね。天気いい。ちょっと眩しいけどね。眩しい。眩しい。今日はこの4人で江ノ島を楽しみたいと思います。ちょっと待っていいんだよ。おい、俺も入れてよ。さらりとした運転手。イエーイイエーイ。ハッシュタグのぞき。イエーイ。はい。ということで今日はこの5人で江ノ島を楽しんでいきたいと思います。イエーイイエーイ。ああ。行こう行こう。行こう行こう。あちょっと待ってよみんな。あ、てかまさき地元じゃん。そうなんですよ。俺についてこいよ。こい。お願いします。お願いします。お願いします。何が有名？そうだな。はい。海鮮丼。あ、そう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 。よく知ってんじゃん、タイガ。シラスじゃないですか？え、来る。シラスシラスシラス。シラス食べたいね。食べたい。アイスクリームは有名。どういうこと？あれなんかあの人とアイスクリームみたいじゃない？そう。あれ。本当だ。なんかタイガーあの店頭でさアイスクリーム値段ないの？もうやめてよ。これアイドルだから。芸人じゃないから。アイドルです。歌って踊ってますよ。なんか江ノ島でおすすめのスポットとかある？まさき。スポットは、うん、の奥の方に。うん、岩があります。岩？そこで何岩って海に一番近いやつがあるんだけど、うん、そこにみんな行って、パワースポットみたいな。パワースポット行きたい。なんか穴があるのめっちゃ大きい、うん、そこに入るとなんかどっかに繋がってるみたいな。そのどこかはわかんない。なんかね、どこだっけな。怖いところに繋がってる。想像つかないです。シラス。あ、シラス、シラスね。シラス食べたい。シラス目のスポットっていうか食べ物じゃん。シラスね、タンパク質豊富だからね。風が強くて、風が強くて。シラス汁って何？これ食べ物ばっか気になっちゃった。栗の時期がね。栗の時期だからね。それは大きいと、どうなんだ。大きいと、坂になって、この上に登ってきた。せいやくん、これ、かわいいじゃん。え、あ、かわいい。せいやくん、登ったら似合うね。絶対似合うでしょ。見たでしょ、私、最高じゃん。あ、あるよ。入れてくれないんですよ、こいつら。海鮮大好き、これ。食べたい。俺が一番年上なのに。そうは。江ノ島といえば、シラス以外にも有名なものがあって。何？タコせんべいなんですよ。タコせんべい。タコせんべいっていうやつがあって。タコせんべい。じゃあみんな買いましょう。はい、こちらです。ね、食べてほしいんで僕。どなたかな。あ、これ入れました。全部食べたことある。カニせんべいは知ってるけど、タコせんべいは味が。味ない。あ、せんべい出てくるからね、待っててください。でかい。でかい。でかい。これ一言で表すとなんですか。え、待って。熱っ。やば。すげえ、でかい。熱々。顔と比較。じゃあ、乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。じゃあ、おいタイガ君、どうですか。味だけじゃないの、これ。歴史感じますね。うまいんだけどね。食レポ下手や。はい。初めて食べた。初めて。うまい。おいしい。次はみんなで恋占いしましょう。おやりたい。超緊張した。超緊張した。やばい。ここは俺がおごるよ。マジですか。本当に。はっけ。じゃあ5人分だからね。ちょっとお願いします。緊張感持ってけ。はい、入りました。はい、入りました。じゃあ誰から行きますか。はい、お願いします。いやー緊張するな。お願いします。どんなのか分かんないけどね。あ、ちょっとやばい、震えるね。人生かかってるから。人生大丈夫。これタコせんべいじゃないよね。タコせんべいじゃないよ。大丈夫。おお、ちょっとスッと人それね。
よし、早いね。これでよっかな。これで、これで、あ、もうこれいい人だわ。いい人って。じゃみんなで、はい、行きますか。一斉ので開けてみよう。行きます、開けます。せーの、あ、ちょっと待って。キチ、キチ、一番何？待って、キチ、メガ大キチ。おお、やった。ま、でもまだ文字。うわ。あなたを小吉って何？ふざけます。さすが。何何何？ラッキー場所カジュアルで決めてとかタンクトップしか着ないよ俺。俺も中吉です。僕キチです。なんとも言えないよね。なんとも言えないな。僕もキチです。あなたを好きな人が複数現れます。え、それダメだよ。それダメだね。それダメだ。じゃあもう一回行くわ俺。ダメだよ。みんなラッキーフードが。俺もブルー。ラッキーフードアイスクリーム。アイスクリームいいな。クレープ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 。クこれはね、うん、上の方にね、行くとね、神様がおられるのですよ。なので、神様、そう、お願い事があったら、ちゃんとしといた方がいいと思います。大河、何をお願いする？そうだね、ここでちょっとね、ふざけたこと言えないから東京ドームで踊れますようにみたいな。おー、かっこいいこと言っちゃおうかな。言っちゃおうかな。もっとみんな、ファンの人を増やしたいね。一歩ずつね、気持ち込めてね。と、一人でも多くの方にファンになってもらえるようにってお願いしました。うちはみんなが僕を渡したやつをみんなが受け取ってくれるようにと願いました。と、応援してくれている人に一人でも嫌われないようにってお願いしました。自分はボーイズのみんなが健康でみんなで一緒に頑張れるようにってお願いしました。すごい、一発ギャグの神様が舞い降りてきました。これからもステージの上でですね、これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。あれ、あれ、アロンアルファ、うん、よかったよ。え？これ。